刀で道を切り開く。はぁ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 。はい、どうも、コースです。今日なんですけれども、定休日で、撮影しております。今日は牡蠣の剥き方を撮影していきたいと思います。寒い季節はやっぱり牡蠣が美味しいですよね。はい、それでは、やってみようか。はい、それでは牡蠣を出しますよ。せーの。はい、それでは牡蠣を2つ用意してます。間が気になっております。はい、それでは表面にですね、泥とかついておりますので、こちらを洗っていきます。はい、それでは牡蠣を洗っていきます。表面の方をたわしでこすっていきます。で、裏表ですね、しっかり、洗ってあげてください。はい、あー冷たい。はい、それでは牡蠣を剥いていくんですけれども、貝剥き用意してください。ナイフとかでは剥けるんですけど、貝剥きが刃が硬くなっているんでいいと思います。牡蠣なんですけれども、こちらですね、表と裏あると思うんですけれども、ここの部分、ここの部分に貝柱があります。なので、ここですね、ここから刃を入れてあげて貝柱を剥いでいきます。じゃあ2枚貝ですね。はい、じゃあ剥いていくんですけれども、牡蠣の殻とかは非常に、縁とかが鋭くなっているんで、軍手を使うなりして手を怪我しないように十分気をつけてください。そうしましたら、左手で牡蠣、をしっかり固定して、この間ですねに貝剥き刃を入れてあげるんですけれども、こちらポイントがありまして、だいたいこういう風な動きで普通は入れていくんですけれども、これでもいいんですけれども、僕のやり方としてはですね、こういう風に刃を入れたらハンドルを握るようにして、こういう風にしてグリグリグリとグリグリグリという風にして上げた方があまり怪我とかせずに済みます。ある程度力を入れてグリグリグリとしたら、こういう風に中に入っていくんですね。で、中に入りましたと、入りましたらテコの原理を利用してこういう風に持ち上げてあげるんです。下に刃をやることによって、こちらの上の貝の方に貝柱があるので、貝柱を上の方からこういう風にスライドさせて外していきます。したらしっかり外れるんで、オープンザ牡蠣こういう風に外れます。綺麗にここですね、さっきパカって開いて、ここの部分に貝柱があります。ここですね。で、先ほど上の部分にこういう風に入れることによって ここを剥がしてます。で、ここだけですね。同じようにこの部分に貝柱があるので、下の貝柱も取ってあげます。で、コツとしては他の身を傷つけないようにちょっと持ってあげます。で、上の方を持って下の方を持てば、ついてる部分が分かるので、分かりますかね。上の方を持って下の部分を持てば、ついてるところが分かりますので、スライドさせて貝に這わして、こういう風に取ったら綺麗に取ることができます。うわ、身の詰まりがめちゃめちゃいいですね。めっちゃうまそう。それではもう一ついきます。ここの部分に貝柱がついています。で、怪我しないように左手で付近で持って、こういっぱい連なってるんですけど、一番へこみがある部分、へこみがある部分のちょうどこの辺ですね、一番へこみがあります。へこみがある部分のちょうどこの辺を、ハンドルを握るようにしてグリグリグリ、横から見たらグリグリグリとグリグリグリとやって力を入れてあげてください。グリ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 してあげて、中入れたらで、この原理で持ち上げて、で、クイッと、クイッとしてあげると、貝柱が取れます。で、持ち上げると。持ち上げたら取れるので、上を持ち上げて、下を軽く持ち上げたら、ついてる部分が分かるので、ここだけを外す。スライドさせます。そうすると取れるという仕組みですね。そうしましたら牡蠣を洗っていきます。
はい、そうしましたら先ほど剥いた殻ですね、殻にもノロウイルスが付着している可能性があるので沸騰したお湯で煮沸してあげてください。基本的に85度で1分以上加熱してあげるとノロウイルスは死滅すると言われているんですけれども、まあ不安な方は3分ぐらい加熱してあげるといいと思います。大体ですね、ここの部分でチュルッと食べると思うんで、ここら辺にね口つけると思うんでね、煮沸してあげます。はい、そうしましたら牡蠣を洗っていきます。こちらは大根おろしで洗ったりとか塩で洗ったりとかするんですけども、今回は片栗粉を使ってきれいに洗っていきたいと思います。こういう風にですね、適量片栗粉を取りましたら、こういう風に身が潰れないようにこういう風に洗っていきます。で、洗いましたらしっかり水で洗い流してあげます。ポイントはここのひだひだのところにノロウイルスが付着してたりするので、しっかり洗ってあげてください。 OK、 牡蠣の殻は煮沸したら剥がしてあげてください。はい、完成です。はい、それでは生牡蠣ですね。今年初の生牡蠣かもしれません。めちゃくちゃ遅いんですけれども、こんな感じで大ぶりでとても美味しそうです。磯の香りが、うん、いただきます。最初はレモンとタバスコですね。タバスコは牡蠣を食べるためにもともとは作られたんです。それではタバスコを2、3滴とレモンを絞っちゃって、うん、うまそう。それではいただきます。うんま、うわうま。はい、いや、定休日に店開けてたんでお客さんが来てしまいました。いや、ありがたいんですけどね、申し訳ない。いや、めちゃめちゃ美味しい。マジで美味しいわ。いや、牡蠣最高、も大好きすぎる、もうめっちゃ食べたい。牡蠣といえばこれですね、やっぱり。炭酸乾杯。あー、もう一個いただいちゃいます。レモン絞って、最後は柚子ポン酢ですね。いや、2個だ。いや、もうめっちゃ食べたい。いや、うん、まっ。いや、うん、まっ。いやー、めっちゃ美味しかった。あと10個食べたい。うわ、ごちそうさまでした。美味しかった。いや、めっちゃ美味しかったです。いや、今年1かも。美味しいわ。いや、牡蠣最高ですね。僕は牡蠣で一回も当たったことないんですけど、牡蠣処理するときはきちっと処理して、生食用は海水で育てられた後、厳禁された海水に漬け込んで菌を落とした後に生食用として出荷されているんですけれども、やっぱまあ人がやってることなんで 100% とはいかないんで、やっぱノロウイルスで当たったりとかしたことがある人もまあ僕の周りにはまあたくさんいますので、できるだけ胃腸が万全の状態でしっかりと処理をして食べるようにしてください。当たっちゃうリスクもありますけど、美味しいんですよね。牡蠣が美味しい季節のですので、皆さんいかがでしょうか。体調には十分気をつけてください。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録お願いします。バイバイ。